次に、小清水圭一君。委員長公明党の小清水圭一でございます。本日は質問の機会を与えていただきましたことに感謝を申し上げます、本当にありがとうございます、えー。早速でございますが、質問に入らせていただきます。はじめにデジタル田園都市構想と農村振興について伺います。1960年にはは万ヘクタールあった日本の農地は 宅地等への転用や農地の発生等により現在440万ヘクタールと大幅に減少してしまいました農業の現場は従事者の高齢化や担い手不足などの理由から耕作放棄地は40万ヘクタールを超える中農地の減少は止められない状況でございます70%あった カロリーベースでの食料自給率も、現在は40%まで落ち込んでおります。このような状況の中で、食料安全保障の視点、また地方創生の観点からも、日本の農業をどのように再建していくかは、大変に重要な課題であると思います。そこで、日本の農業の現状に対する認識と、日本の農業再建に向けた新年度の取り組みについてお聞かせください。 農林水水産大臣金子源次郎君、えー、小清水委員の質問にお答えいたします食料の安定供給は、国家の最も基本的な責務でありまして、国内農業の生産基盤を維持・強化し、国内で生産できる食料は、できる限り国内で生産していく必要があります。 また委員ご指摘のとおり、食品産業などとともに、地域の経済を支えているのは、我が国の多様な農林水産業であります。地域の特性を生かした農林水産物の生産や加工、販売を振興することが、地域の活性化につながるものと考えております。このため、農林水産省といたしましては、年々拡大していく世界の 食市場を獲得するために、農林水産物食品の輸出を促進する、緑の食料システム戦略により、有機農業など環境負荷軽減に取り組む産地を創出する、これらを進めるための土台となるスマート農林水産業について、人材育成と合わせて生産現場での実装を加速します。 農産・漁村の地域資源化の新たなビジネスを生み出す、農産・漁村発イノベーションを推進するといった施策を進めまして、水産力の向上と持続性を両立させながら、農林水産業や農産漁村の活性化に取り組んでいきたいと考えてお清<上>水敬一君、はい、ありがとうございます。 安心して農村で働き生活できる環境を整えていくためには就農者への様々な支援の拡充とともに農地中間管理区を中心に進めている農地の集積により効率的で安定的な農基盤を構築することも必要と考えますその上で日本の農地を守るためにはこのようにまあ、儲かる農業の推進とともに地方の農地を保全する とといいう考え方も必要かと思います具体的には、農村地域への会社の寮やサテライトオフィスを整備する企業への支援や、テレワーク等を行う社員に対して、一定の時間を農地保全に従事することを認める企業に対しての補助金など、農村地域に新しい人材を政策的に誘導することも有意義と思います。このように企業とと一体となって 新しい収農者を生み出すことは、AI やロボットを使いこなす、新しい日本の農業人材の創出にもつながると思います。そして、新しい収農者のためのサテライトカレッジやサテライトホスピタルの整備など、夢は広がります。官民が一体となって、さまざまな省庁の政策の適用範囲を拡大するなど、効果的に、 その取り組みを組み合わせて、地域の産業振興と地方創生への活路を開く、新しい兼業農家、新しい農村の創出は、まさに岸田総理のデジタル田園都市構想の目指すところであると思いますが、総理の見解をお聞かせください内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、デジタル田園都市国,国家構想はあの、高齢化、あるいは加速化といっ 社会課題にに直面する地方にこそ新たなデジタル技術を活用するニーズがあるということを鑑み、その活用によって、地域の個性を生かしながら地方を活性化していく、そして持続可能な経済,社会経済社会をつくっていく、こうしたことを目的とするものですが、本構想において、企業版ふるさと納税の活用等によるサテライトオフィスの整備、 また、リモートワークの推進、デジタル人材の地方での活躍、こうしたことに取り組むことで、地方への大きな人の流れを生み出していきたいと考えます。その上で、こうした農村地域に移住や、日域居住する新しい人材が、このデジタル技術の実装によるスマート化も活用しつつ、農業と 他の仕事を組み合わせた、いわゆる反農反 X という働き方、また、農村景観や野生鳥獣などの農村の多様な地域資源、これを活用した農博、ジビエなどの新しい事業の創出に取り組むこと、こうしたことを支援し、多様な農業者が安心して生産できる、 豊かな農業の構築、こうしたものに取り組んでいきたいと考えております。小清、はい、水定一君あ、委員長、はい。どうもありがとうございます。えっ、ー、とぜひ、えー、多様な農農村地での新しい人材で新しいこう希望の持てるそういった農業また農村があの構築できるように私も応援させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは続きまして。えー 防災・減災のための情報の活用と発信について、一つ、地域の被害予測等を踏まえた避難指示等の発令体制について、初めに伺わせていただきたいと思います。近年、地球の温暖化などの影響により、自然災害が激甚化、頻発化をしております。政府や自治体による適時的確な災害対応が一層求められております。国土交通省では 防災・減災国土強靭化のための5カ年加速化対策のもと、被害の防止や最小化のため、防災インフラ等の整備を進めているところだと思います。このハード面の整備と同時に、より正確な情報を迅速に収集し、発信し、被害を最小限に抑える行動を促すためのソフト面の取り組みも重要と考えます。ここで警報等の発令時において 都道府県など、比較的広い地域に対する情報の発信に加えて、例えば、何々市の何々1丁目の付近が浸水する可能性ありなど、具体的な地域の被害予測は、住民の的確かつ迅速な避難行動に直結するものと思います。そこで今後は、自治体との連携を深めながら、気象庁の最新の観測と分析結果と、 国土交通省や自治体の過去の災害の発生事例などの記録や、河川の流量やダムの水位などのリアルタイムの情報を融合し、地域における具体的な被害を予測し、避難指示等を発令する体制を整備することも有意義と考えますけれども、見解をお聞かせください国土交通大臣、斉藤哲夫君。 お答え申し上げます。委員ご指摘のまず第一点目、あの今後ソフト面をにも力を入れるべきではないかというご指摘、まさしくその通りでございまして、まあ、例えばあの豪雨災害の多くを引き起こす線状降水帯の予測精度向上に今取り組んで、えー、おります。えー、これはあ予測にあのまず新しい技術を使った水蒸気の観測の強化や 予測に用いるスーパーコンピューター富岳を使ってあの予測技術の開発を今大学とも連携して進めております。あの線上降水帯の予測精度を上げていくこれも一つの試みでございます。またあの今のあのひまわりからの観測はあまあ一時期あの二次元的な情報どこに雲があるどこに水蒸気があるっていうのは 一時あの平面上の情報としてくるわけですけれども、これを将来の後継機には3次元情報として、えー、取り組む、そういういわゆるソフト面での拡充も進めております、えー、そしてあの後半の2点目でございますけれども、防災気象情報を地区ごとにきめ,こきめ細かく、また住民が余裕を持って避難できるよう、リードタイムを確保して提供することが。 ご指摘のように重要でございますこのため、河川事務所と気象台が共同で発表する洪水予報では、雨量や河川、ダムの水位のリアルタイムの観測情報や、過去の災害事例をもとに精度を向上させ、これまで3時間先までであったものを、昨年6月から6時間先までの提供を開始したところでございます。またこれら予測情報を活用し河川の 右左左右岸、200メートルごとのきめ細かな氾濫の恐れの情報、危険度分布を提供することができるようになりました。今後、一級推計では、国と都道府県の管理区間が一体となった洪水予測を推進するなど、さらなる精度向上や長時間化に取り組む予定です。こののよようにに自治体による避難指示等の発令や 住民等の避難行動の判断に資する情報の充実に努めてまいります。小清<上>水泰一君、どうもありがとうございます。えー、今あの自治体にもあのいろんな形で派遣していただいている気象防災アドバイザー等の活用も含めて、そういった情報が住民の皆さんに的確に伝えるようなそんなことを目指していただけると思いますのでよろしくお願いいたします。えっ、ー、と続きまして。えー 再生医療の先進国としての取り組みについて伺います。日本の iPS 細胞を活用しての再生医療は、世界で最も進んだ日本の法整備を背景に、最先端を進んでいるというふうに思っております。この競争力の極めて高い再生医療を、日本の新たな基幹産業として大きく育てるときが来たと思っております。そのためには 再生医療に必要な細胞を、より大量に、より早く、より安全に、より安定して、多くの医療機関に提供できる、他の追従を許さない大規模な細胞製造拠点が必要だと考えます。 がそこでえ厚生労働大臣の見解をお聞かせいただきたいと思います。また、えー、この件につきましては、産業化という面もございますので、えー、経済産業省の役割も大きいと思いますが、えー、経済産業省の取り組みにつきましても、併せてお聞かせください。よろししくお願い,いたします厚生労働大臣、後藤繁裕之君。<laughs> えー、iPS 細胞をはじめとする、えー、再生医療は、 これまで有効な治療法のなかった疾患について、研究開発が進む中、非常に国民の期待も大きく、迅速に実用化を進める必要があると考えております。このため、昨年9月に策定いたしました医薬品産業ビジョン2021においては、多くの人に再生医療による治療を届けることができるよう、 製造技術の確立や原料となる細胞の安定供給体制の整備など再生医療と製品の生産体制の構築を進める進めることが必要であるとしております今後関係省庁と連携してしっかりと取り組みを進めてまいりたいと思っております畑山商務サービス審議官 お答え申し上げます。再生医療は医療に革新をもたらす重要な産業であると認識しております。委員ご指摘のとおり、再生医療の普及拡大にあたっては、安定的な細胞供給が重要であります。その実現には、再生医療に必要な品質が確保された細胞を大量に製造する技術を確立すること、これに加えまして、医療関係法制の中で細胞供給の安全性等を確保するためのルールの検討、 あるいは、えー、と実際に治療を行う現場となる医療機関との連携など、再生医療等製品の製造業の発達なども含めて、医療行政を所管する厚生労働省目線での取り組みが着実に進められることが必要不可欠であると考えております。経済産業省省におきましては、えー、各分分担の役割分担のの役割中で 製造基盤技術の確立などの取り組みを進めております引き続き厚生労働省をはじめとする関係省庁とも連携して必要な対応を進めてまいりたいと考えております小清水圭一君どうもありがとうございます現在あの免疫拒絶のない本人の iPS 細胞を用いた再生医療の技術がさまざまに確立され脊髄あるいは網膜心筋神,神経幹細胞など 積極的に知見が進められていると伺っております、えー、ここで脊髄損傷の方に再生医療が先日実施されました今後あと三人の方にも実施する予定と伺っておりますこのようにいよいよ再生医療も症例を重ねる段階に入ってきましたこのことは脊髄損傷で歩けなくなってしまった多くの人々に対して大きな希望となっております そこで、我が国が再生医療分野の最先端を走り続けるために、また、脊髄損傷をはじめ、我が国の技術で再生医療をより誠実させるために、専門の医療施設の整備、拡充に対しての支援も重要と考えますけれども、見解をお聞かせください。厚生労働大臣、後藤茂之君。 小清水委員のご指摘のとおり、再生医療については、新たな疾病の治療や予防、難病等の克服にもつながる可能性があるなど、医療の質を大きく向上させることが期待されております。こうした中、さらなる技術開発を積極的に進める観点から、脊髄損傷の再生医療など、これまで治療法がなかった、 疾患にに関する再生医療に対しててをを通じた研究支援を行っておりますまた、再生医療の研究施設における研究体制を強化するために、日本再生医療学会を中心に、大学病院や企業団体なども参画する研究開発の推進に向けたナショナルコンソーシアムを構築し、最先端の再生医療を 提供可能なモデル病院を中心に、他の研究施設に対する技術的支援や人材の教育等を行っております。今後とも、産学間の連携を強化するとともに、それぞれの研究施設における技術開発を推進するなど、再生医療の実用化に向けて、支援を行ってまいりたいと思います清水敬一君、どうもありがとうございます。 続きまして新型コロナウイルス感染症対策について伺います社会機能を維持するための濃厚接触者の取り扱いについて伺います現在医療従事者等は新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者であっても無症状であり拡散検出検査いわゆる PCR 検査または抗原定量検査やむを得ない場合は 抗原定性検査キットにより、検査を行い、陰性が確認されている場合に待機を解除することとしています。この濃厚接触者への取り扱いに関する指示のもと、現場では短時間で検査結果が判明する抗原定性検査キットを活用しているケースが多いと伺っております。特ににオミクロン株に対しては咽頭付近での ウイルスの増殖が多いことから、抗原定性検査キットのとのその相性も良いと言われております。この抗原定性検査キットによるオミクロン株感染者のスクリーニングの制度について、厚生労働省はどのような認識を持たれているのかお聞かせください。委員長厚生労働大臣後藤茂之君。 抗原検査定性検査キットについては、PCR 検査等に比べまして、簡易かつ迅速に結果を得ることが可能であること、また一定以上のウイルス量を持つ方への検査として有効であること等の特性があることを踏まえまして、場面や状況に応じ、その活用を進めております。国立感染症研究所によりますと、WHO は、 抗原定性性検査キットの診断制度にについいててはオミクロン株による影響をを受けない可能性を示唆しておりま,すまた、薬事承認されているすべての抗原定性検査キットについて、製造・販売業者にオミクロン株を含めた変異株の検出性能の確認を求めておりまして、現時点において、変異による性能への影響があるとの報告は受けておりません。 基本的には性能は確保されているものと認識しております大、はい、清水圭一君、はい、ありがとうございますこのオミクロン株の感染の拡大は今までの日ではございませんこのような状況の中で今後社会のさまざまな機能を維持していくためには医療従事者等だけではなく介護従事者あるいはトラックの運転手なども濃厚接触者であっても 検査が陰性であれば、業務を遂行できる環境の整備も必要になるかと思います。そこで、エッセンシャルワーカーと呼ばれる人々の業務遂行を担保するための濃厚接触者の待機基準の見直しと同時に、業務の遂行可否を判断するための検査キット等の確保が必要となると考えますが、見解をお聞かせください。 厚生労働大臣後藤茂之君、濃厚接触者の待機期間については発症するまでのま潜伏期間に基づいて決めております。これまで潜伏期間が三日のケースが最も多く十日を超えることは極めてまれであるということから。 ますまた地域における社会機能維持のための必要性や、あるいは自治体のそれを判断によりまして、社会機能維持者について、検査の上えで陰性を確認の上え、待機期間を圧縮することを可能といたしております。また、医療従事者である濃厚接触者については、 あ誰もが必要な医療を受けられるようにするためのま緊急的な対応として毎日の検査等を要件に待機期間中の医療への従事を認めておりますえまた沖縄県についてはあ感染の中心が若者から小児中高年世代へと拡大しておりまして高齢者施設についても同様の対応が必要でありましたことから 感染した入所者等が施設内で療養せざるを得ない等の一定の要件の下で、1月21日に緊急的に待機期間中の介護などへの従事も認めております。他の地域での対応については、この沖縄の対応状況や、今後の感染状況を見ながら、慎重に検討していきたいというふうに思っております。 また、濃厚接触者を特定し、行動制限を行うことは、感染防止の手段として非常に有効であるわけでありますけれども、感染が著しく拡大した場合には、社会的な機能の維持の観点からも、判断も必重要であるというふうに認識しておりまして、濃厚接触者の待機期間については、引き続き科学的知見の蓄積、 専門家のご意見や感染状況等を踏まえ適切、えー、に対応してまいりたいと思います。小清水圭一君。どうもありがとうございました。あの今あの検査キットも非常に不足しつつある、あるいは毎日の検査ということでそれも足りなくなる可能性もあるんですけれども、まあ医療機関とか、えー、介護施設等は空港で利用しているあの簡易的なあの公衆の低量検査キットまあ。 エラ,エライザー方式というか、そういった形のものもうまく、並行で使いながら、使い分けをしながら、もしものときには、そういった毎日の検査体制のもと、社会的機能を維持をしていただけるような取り組みをよろしくお願い申し上げます、えー。続きまして、自治体のデジタル化の推進について伺います、えー。行政のデジタル化を進めるにあたり、ゼロから新しい施設システムを検討するのではなく、 常にデジタル実装している国々の事例を参考にすると同時に先行する国々と技術的な提携を結び現場で安定して活用されているシステムの構造などを分析しながら日本が得意とする改良とか改善による日本版のデジタル化を検討することは安定したシステムを迅速に構築する意味からも大変に有意義かと思いますけれども 見解をお聞かせくださいデルタ大臣牧島可憐君委員御指摘の通りだというふうに思っております先行している国々からベストプラクティスを学んでいくまたその教訓や解決に至るプロセスを学ぶということは大事だと思っています 今ご指摘あったシステム基盤ということと、それから制度、合わせて参考にしていきたいと私たちは考えております。すでに昨年11月にデンマーク王国と MOC、協力覚書を初のものとして締結をさせていただきました。デンマークは国連電子政府調査で世界1位でありまして、使い勝手の良い市民ポータルなどの国民向けサービスと、そしてデジタル社会の基盤である ID 認証システムを持っています。 さらにデジタル原則にのっとった法律制度というものを大変参考にするものとして、私たちは位置づけております。さらにエストニア、英国、シンガポールなどとも連携を行うべく、定期的に意見交換をさせていただいています。そして今、ご指摘あった日本ならではの工夫も行っていく、そして DFFT、信頼性のある自由なデータ流通の推進も進めていきたいと考えております。清水一君、はい ありがとうございます。えー、続きまして、共通プラットフォームの在り方についてえ伺います。デジタル化に求められていることは、システムの統一というのはまあ手段であり、データの連携であると思います。まあ、データの連携による行政の効率化において、また個人データの保護とセキュリティ対策を両立させることは重要でございます。そこで まあ全国共通のこういったシステムを立ち上げるというよりも、今、現在、各自治体で独立している既存のシステムがある、そのそれを活用しつつ、連携が必要なデータを必要なときに共通のプラットフォームに載せることができる仕組みを各自治体で構築することで、 安全で安心なデジタル連携を実現する、そういったことも検討してはどうかと思うんですけれども、ご見解をお聞かせくださいデジタル大臣、牧島可憐君地方自治体のデジタル化を進める上では、今お話しございましたとおり、プラットフォームが必要であるというふうに考えております。 デジタル庁は、共通的な基盤、機能を提供する複数のクラウドサービスの利用環境であるガバメントクラウド、こちらで地方自治体の情報システムについても活用できるよう推進をしております。住民記録、地方税、介護や福祉といった地方自治体の20の機関業務については、このガバメントクラウド上で提供される標準住居システムへ移行できる環境を整備する。 統一標準化の取り組みを進めているところです。すでに先行的な移行事業を進めております。こうした取り組み、しっかり地方自治体の皆さんの意見を丁寧に伺いながら協力して進めていきたいと思っております。小清水圭一君どうもありがとうございます。あの地方のシステムのその取り組みについて現場からそれぞれの地域には独自のカスタマイズしている。そういった取り組みがある。 それらも含めて、国一本化するのはちょっと厳しいのかな、また現場で、えー、逐次、住民のニーズに応じて、また変えていきたいこともある、そういった中で、それぞれの自治体のそういったシステムを尊重しつつ、えー、連携が必要なデータ等について、どのような形で同じプラットフォーム上で、えー 進めていくのかこんなこともあの考えていただきながら、えー、地方の思いとまた国の思いがしっかり合致したそして安全で安心で安定性のあるそういったデジタル社会構築をしていただければと思います、えー、ちょうど時間となりましたので以上で質問を終わらせていただきます大変にありがとうございました、はい、これにて栃水君の質問は終了いたしました次に